世界一 IT を駆使した食堂、そう言われるまでになりました。7年間で売上が1億円から約5億円まで伸ばすことができました。残業なし、週休2日制、連続有給休暇15日間、データに基づいた企業経営こそがこれからの日本企業の生き残る道です。皆さんも頑張れば絶対にできます。皆さんこんにちは、小田島春樹と申します。私は三重県伊勢神宮の参道で創業150年のエビア大食堂という飲食店を経営しています。私は2012年妻の実家であるこのお店にやってきました。その当時は年商が1億円弱でした。1億って聞くと、すごいじゃんと思う方もいらっしゃると思うんですけども、実は全然そんなことはないんです。その当時は客単価850円、年間利益150万円、ほこりがかぶった食品サンプル、食べログ評価はなんと 2.86。 どのくらい悲惨な状況かというと、隣の人気店の行列が私たちのお店の入り口を塞いでしまう、そんな状況でした。なんでうちだけこんな状況なんだろう、どうしたらもっと自分たちのお店に人を呼べるんだろう、そもそもなんでこんな状況になってしまったんだろう、俺には何かできないかな、そんなことをずっと考えて悔しくて河原で泣いていました。というのは嘘ですが、車の中で尾崎豊を3つも熱唱してました。シェリー、いつになれば俺は這い上がれるだろう、シェリー。これは本当です。まあそんなことはいいとして、一年発起して大改革を行いました。その結果、7年間で売上は5倍、利益は10倍に伸ばすことができました。そして妻の笑顔も増えました。なぜここまで売上を伸ばすことができたのか。2012年までは食券とそろばんで紙の台帳に売上を記録していました。その紙の台帳からは何も事業のヒントを見つけることはできなかったんです。仕入れもシフト組も全て今までの勘と経験、僕が来て2週間で紙の台帳を使うことをやめました。 Excel に変えたんです。Excel って聞くと当たり前じゃん、そんなの普通に使えるよねって思う方もいると思うんですけど、地方のこの飲食店の経営の中で Excel 使うってあんまりないんですね。これ結構本当です。当時の僕たちはそんなことすら誰も知らない、私しか知らないような状況だったんです。僕たちの会社では本当に大きな一歩でした。そもそもパソコンもなかったので、パソコンから買ってきて、でそして Excel に食券のデータを入力していく、そして初めてデータが残る、やっとどんな商品がどれぐらい売れてるかって分かるようになったんですね。でもやっぱり手動で入力するのが本当に面倒くさい、ポスレジさえあればなっていつも思ってました。ただお店にはお金がない、でこのポスレジを買うために僕と高校生のアルバイト2人で店の外に屋台を出してアワビの串を売ってたんです。そこで稼いだお金でポスレジを買って、やっとデータを自動で収集できる、そこまで持ってきました。ちなみにこのアワビ串の屋台、最初は年間で2500万円ぐらい売ってましたけども、今はなんと年間1億円、アルバイト1人で1億円売るようなすごい儲かるお店を作ってしまったんです。この2500万から1億に売り上げを変えていく、ここでもいろんなデータ分析をやってきました。どういう商品がどういうタイミングで売れるか、そんなことをですねずっと研究をしてたんです。僕自身は Excel の知識ぐらいしかなかったんですけども、プログラミングやデータ分析、これも全て独学で学びました。今では店前のセンサーで通行量を測定して入店率を割り出したり、画像解析の仕組みを使い性別やおおよその年齢を推測する、さらに機械学習を使って来客予測をし、その的中率は9割を超えます。その結果、仕入れの自動化、属性の分析、販促効果測定、店舗の可視化、食品ロスや経費を抑え利益を10倍にできました。ここまで聞くと IT を駆使した華麗な成功の体験自慢のように聞こえると思うんですけど、実は違うんです。僕が考えるお店のあるべき姿、この未来の姿は、長年働いてきた従業員や150年の伝統を継承する義理の父からは到底受け入れがたいものでした。ベテランの社員からは20代の若造が来てこのお店を潰しに来たとか言われて、まあそりゃそうですよね、そう思います。でも正直僕は辛かったです。でも私はこのお店をなんとか立て直したい、なんとか良くしていきたい、そんな思いでもう両者譲らずのアウトレイジのような対立になっていました。こんな対立を長く続けていてもう無理かなと思って、私自身は別なことをしようと思い、アメリカに行こうと思いました。でも気づいたんです、お父さんも私もお店を良くしたいっていうことはお互い同じ思いを持っていたと思います。みんなにより良い生活をさせたい、そういう思いは共通だったと思います。
ただやっぱり変わっていくこと、変化をすること自体にものすごくこう臆病になっていた。でもお互いこう変わることを求めているんであれば、もう正直に自分の思いを伝えてみよう。僕はこうやってお店を変えていきたい、こうやって会社を変えていきたい、こうやってみんなの生活を良くしたい、その思いをまっすぐ伝えたんです。その結果お父さんも理解をしてくれて改革を進めることができました。ここまで見てくれた方、そしてこの話に何かを感じてくれた方、変化はしませんか？そして今はお店の2階がデータセンターになりました。データを分析して様々な新しいメニューを作り、新しい商品を開発し、食堂も改装して飲食店、そしてお土産店、テイクアウト、様々なビジネスに事業を拡大してきました。その結果2012年から7年間で売上が1億円から約5億円まで伸ばすことができました。売上が1億から5億に変わっても実は従業員数は変わっていないんです。いろんなものを効率化していって IT や AI を活用し、機械にできるところは機械に任せて無駄を省いているんです。従業員1人当たり売上も396万円から1400万円に伸ばすことができたんです。残業なし、週休2日制、連続有給休暇15日間、アルバイトの時給も最低時給の850円から1000円を超えるところまで出すことができました。従業員の家族も含めて総勢40人でみんなで社員旅行に行くこともできました。全部会社持ちです。そうした生産性を上げる取り組みは日本でもたくさんの評価をいただき、日本サービス大賞、地方創生大臣賞を受賞したり、日本だけじゃなくラスベガスで行われたマイクロソフトのイベントでも2年連続 AI を活用した企業として取り上げていただきました。世界一 IT を駆使した食堂、そう言われるまでになりました。でも何度も言いますが、僕たちは最初から IT に詳しかったわけではありません。10年前までは観光地にある普通の食堂だったんです。何も知らないところからみんなで勉強して研究して、どうしたら自分たちのお店に活かせるデータ分析ができるか、研究の連続でした。もともと調理人として働いていた彼は現在はデータサイエンティストとして働いています。もしかしたら彼自身が一番驚いているかもしれません。必死に勉強して実験、トライアンドエラーです。そして僕たちはこのシステムを作り上げました。このシステムは僕たちが10年間実験してきた成果です。皆さんも頑張れば絶対にできます。とはいえリソースや時間が割けないという方、心配しないでください。皆さんは10年間かける必要はないんです。このシステムを他の飲食店や小売業、多くのサービス業の方々に使ってほしい。そのために私たちはエビラボという会社を作りました。私たちは皆さんが簡単にデータ分析できる仕組みを提供しています。今ではたくさんの店舗や企業様に導入をいただいています。データは過去の帰結なんです。自分たちの状況を映す鏡です。これを見ながらアクションを行っていけば、失敗をする数もどんどん減っていきます。今まさにコロナで大変な飲食業や小売業、たくさんの企業の方々にデータの力を使って新しい未来を作ってほしいと心から思っています。データに基づいた企業経営こそがこれからの日本企業の生き残る道です。私たちが作ったシステムが皆さんの企業経営やお店の運営の羅針盤になることを信じています。動画の概要欄にエビラボのリンク、問い合わせ先を記載しております。ぜひお問い合わせください。また次の動画ではシステムの詳しい説明をしていきますので、ぜひご覧ください。小田島春樹でした。